ちょっと一応いろいろね、いろいろあってもう紆余曲折あってこうなった。アモンガス壊れちゃった本当に。いや、いると思うよ、これは。試合続くんだな。いや、おもろかった。なんだこれ。だから俺死んだら全然死ねえ。はい。これ絶対主人さんベイトでしょ。俺が死んだらって言ってたよね今。早い。何それ。主人ベイト、主人ベイト。どうした。あれなんか今。今。ん？なんか。はい。ん？どうした。あ、しゅんさん、しゅんさん、しゅんさん。はいはい。俺ベイト。全員聞こえてるわ。全員に聞こえてるわ。全員に聞こえてるわ。分かった。黙っとくね。いや、黙っとくね。無理。いや、無理じゃない。これ以上も広がらんよ。さあ、俺を殺す人が誰かな？およよよ。どうしたんだよ。どうしたんだよ。どうしたんだよ、急に。怖い。怖すぎる。サイドキックにしよう。サイドキックにします。主人さん。あ、のちさん、のちさん。何？ちょっと来て。何？どうしたの？俺ベイト。知ってるわ。じゃあ、ちょっと新さん。新さん。さあ、助けろ。新さん。まあね、こんだけベイト使用しときゃね。いや、あれだね。普通にさ、あれじゃない？なんか、どう考えてもさ、さっきのインポスターのやつさ、わけわかんなくなってたからさ。なんか、わっ。どっちだシーン、わかんないシーン、中口さんが棒立ちするシーンよ。あ、見たシーン、見たシーンよ。え、ちょっと待って、見たシーンよ、チクルシーン。え、どうした。あ、いいボタン。おお、バランス。何も見てないわ。何も見てない。誰も死んでない。これどういうことですか。どういうことですか、これ。おしりさん、自分で最初言ってたよ、ブルーベリー。ちょっと。あれ、ポンズ。なんでさ、どこでキルされたかも言ってないのに、なんでスキップ入れて、頭がおかしいの二人。ゼロの死人とかないの。誰かさ、停電勝ち合ったよね、一番左。誰か停電勝ち合いませんでした。あれ、ポンズかも。いや、じゃあポンズかも。だとしたらアーカイブに入るのに、地下から入ってるだろ。どうしよう。俺、タスクがあるんだけど。とりあえず、コックピット。とりあえずやばいっす。俺、キル。待って。キル能力全なんか全部渡しちゃったな俺。のちさん、俺キル持ってんのよ。俺は渡しすぎたんよ。俺もないよ。のちさん、そのまま身ぐるみ剥がして渡しちゃったんよ。で、俺はもうタスクあんのよ。で、俺サイドキックもねえのよ。ちょっとタスクやってみていい？あ、できるわ。ベント入れないわ。ベント能力もなくなったわ俺。いや、マジで多分俺ジャッカルって表記になってるんで。渡しすぎたな。え、ベント入れる？渡しすぎてんのよ。もう全部できんのよ。ちょっとマジか。え、俺どうしたらいいの？サイドキックだけがない。じゃあ俺はもうマットメイド扱いでいいな。もう審査わかった、分かった、それでいくわ。じゃあやっちゃえよ俺。うん、そうだね。どうした？どうした？これは、もう話聞いてました。あ、聞いてた？やばいでしょ。手渡しましょう。
俺やべえことになっちゃう。ジャッカルなんだけど、俺キル能力なくなっちゃって全部詩人さんに渡っちゃったのよ。俺が持ってる、俺が持ってる。二人ジャッカルなのよ、なぜか。ランちゃん何？あ、ナイスナイスナイス。ランちゃんは？ランちゃん何？あ、ノーマルインポスター。ノーマルインポスター。ノーマルインポスター。じゃあ、どうしましょう。リンネさんは殺さないでください。あ、オッケー。ういっ。あ、相方。うん、よろしく、共闘しよう。では、奥さんの今の。まあ、僕ちょっとミーティング行ったんですよ。ミーティング。そしたら、まあリンネさんがいて、まあここを通りたければって言ってたんですけど、無視して右の方行ったら、無視された。死んでました。この世において一番してはならない行為、それが無視。バースに値する。まあちょっと殺されるかなと思って無視したんで。よいしょよいしょ。ずずちょっと相談があるわ。え、何改まって。いや、ちょっとあのさ、ちょっと来てこっち、あのね、ちょっと相談があって。ズズ、何改まって、うん、俺ジャッカルなのよ。で、まあ、誰かに俺サイドキック渡したら、うん、全部、はい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 、全部渡しちゃったわけ。全部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 、あの、あ、自分のポテンシャルのサイ全部、自分のポテンシャルのサイドキックも全部渡しちゃったんや。全部渡しちゃって、で、俺ジャッカルではあるんだが、タスクができるようになっちゃった、うん、あー、なるほどね。すごい状況じゃないこれ。全部渡しちゃって、キル能力もだから、キル能力もベント能力も全部渡しちゃって、うん、あー、なるほどね。はい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 。そのそういう時どうしたら。おや。どうした。あ、何？あっ、ぶね。そういうあれ？あっ、ぶね。あっ、そういうあれか。スキップだと思ったわ。一人ゲラがいて全然状況伝わってこねえぞ。はい、詩人とミサトランが切りました。そうです。詩人とミサトランが切りました。そうです。俺ちょっと複雑な役職持ってます。そうですね。ちょっとかなり複雑な。あの、一応ね、一応詩人さんもだいぶ複雑な役職です。詩人さんも複雑な役職？そう、目はキルできる役職じゃろ。ああ、そうなんだけど、ちょっと一応いろいろね、いろいろあって、もう紆余曲折あってこうなった。てか、あなた前ベイト使用したよね。紆余曲折あったよ。待って、ミサトラ待てよ。ジェスターもいるからな。アサッピーで、アサッピーでいいんじゃない？俺はスキップ押すわ。俺スキップ押すわ。じゃあ釣らない？あ、ごめん、じゃあ俺アサッピーに入れちゃったわ。俺を殺すのが先か、タスクが終わるのが先か。そっかそっか、ジェスターあるかもしれないからね。でも俺アサッピーに入れちゃったもん。じゃあ大丈夫、あのタスクは、あの僕タスク終わらないと多分苦しい、勝てないんで。お前助けてないってこと？え、あの、だって俺ジャッカルだもん。いや、まぁ、あ、ちょっと事情があるんですよ。事情があるんですよ、これには。これはちょっと深い事情があって。そう、ちょっと深い事情があるんです、これには。そうなんですよ、あのジャッカルなんですけど、タスクあるんです、自分、うん、で、俺1しか終わってなかった、うんうん、終わってないので、来るは勝ち目ないと思います。アオンガス壊れちゃった。ふざけすぎて。これマジでタスクできるもんな。うん、できるね。あるわ、タスク。あるわ。タスクあるわ。ジャッカルなのにタスクあるよ。やば。ちょっとどうしよっかな、このムーブ。このムーブどうしよう。どうすればいいんだ。いや、でも、多分ランちゃんがアサビのこと殺しに来るよ。わかんないもん、これ。何？どういうこと？俺わからんよ、もう。シルさんが死んだよ。俺はもう半分クルーで半分ジャッカルなんよ。どういうこと？わからん、もう俺も。どういうハーフなの、お前は。だから、これ多分、アサピを釣ったら、多分、のちさんクルー判定なので、ランちゃんと俺の切り合いになるはず。あ、そっか。それ、シユネさん切ったら、2-2でね。ん？違うわ。そう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 。終わってる。この時点で終わってないから、のちさんクルー判定なんじゃない？インポスター、あ、そうだ。ミサトランだ。ハーフジャッカルボーイ。クルーはタスク勝ちは絶対無理ってことか。いや、それは定かではない。のっちさんが心変わりしたら、まあ、あとタスク8です。もう終わりだよ、無理だよ。下とて。心変わり下とてよ。遅すぎんな、心が変わるの。これアサビ釣らなくていいの？ミサトランに入れました。ミサトランに入れました。ちょっと、俺どうしたらいいの？ハンクルハンジャックルの人に言われて、もうちょっと俺どうしたらいいか分かんないでしょ。詩人さんがミサトランに入れたら、はは、わかんねえ。詩人さん、そうだよ、しゃぶれ。そう、いや、まあそうなんだけど、そうなんだけど、もうわかんねえのよ。
もうどうしたらいいのか分かんねえのよこれ。俺信じてよ、俺は信じてよ、シンさん。ジャッカルって書いてるから俺。頑張れ詩人さん。あ、うわマジで待って待って、もう俺目線わけわかんないことになってた。俺今霊界になってのっちさんこと見てたら、みんな役職書いてあるじゃん、名前の上に、うん、俺のっちさんだけ中のっちの上にちっちゃく中のっちって書いてあったよ。なんでルビー打った。やっぱじゃあ僕が血を止めることができる最強のジャッカルだったんだけど負けたんだよ。